昨日で今年のプール終わったとかつまんない。みんながそう言うと思ったので、今日は特別に24時間プール生活をやります。みんな毎年プールが終わると寂しがるから、せっかくなら最後に思い出を作ろうってビクトリア先生と話してたの。でもプール生活って何をするんだぜ？まずは2人ずつに分かれてペアを組んでもらうわ。そして最後までプールで生活できたペアの勝ち。勝ったペアにはもちろん素敵な景品があるわよ。それが何かは最後までのお楽しみよ。ペアは先生たちで決めたんだけど、チャックくんケイちゃんペア、レオくんシオンちゃんペア、エイジくんリオンちゃんペア、エマちゃんルナちゃんペアよ。イエーイ、今回も24時間ケイと一緒にいれるなんて幸せだぜ。チャックと一緒ならなんだかんだ大変なことも乗り越えれそうだし、勝てちゃうんじゃない？俺とシオンはやっぱりペアか。俺たちは別のペアよりも冷静になって本気で勝ちに行こう。そうね、俺はまたお前となのだ。今度は文句を言わないでくれなのだ。それはこっちのセリフだよ。でも今回は協力して景品ゲットしようぜ。ルナはエマとペアで嬉しいんじゃん。プール大好きだし、24時間生活とか絶対楽しいだけで簡単じゃん。それじゃあみんな早速プールに行こう。その前にここに置いてあるものの中から絶対に必要だと思うものを一人二つまでなら持って行っていいわよ。なになに、何があるの？そうだな、水、お茶、ジュース、お菓子セット、日焼け止め、おにぎり、ビート板、弁当。おお、どれも使えそうなものばかりだな。こっちにはおもちゃ、帽子、漫画、スマホ、スノーケル、あと椅子。椅子はちょっとわかんないけど、どれも暇つぶしに使う道具って感じだね。何を持っていくか各ペアでしっかり話し合って決めてくださいね。制限時間は1分。よーい、スタート。ケイどうする？私も決めた。え、飲み物は絶対いるでしょ。だからジュース。え、そして暇になった時のマンガーと言いたいところだけど、ここは食べ物にして。頼むぜケイ。お菓子セット。おバカなやつとペアでかわいそうなのだ。俺は水、そしてお弁当なのだ。ケイジくんナイス、それいいと思う。じゃあ私はおむすびと日焼け止め。日焼けしすぎたら痛くなっちゃうから、これ絶対大事。シオン、俺たちはどうする？そうね、飲み物と食べ物は必須だけど、私泳げないから。これビート板も欲しいのよね。でも他にももっと必要なものあるわよね。いやいや、ビート板が一番だろ。だけど飲み物はいるから、お茶を2本、あとはお弁当を2人で分けよう。エマ、私たちはどうするっちゃ？まずは熱中症にならないようにアクエリアス、そして水。お弁当は私たちも半分こにするとして、もう一つは何にするっちゃ？選べるのはあと2つだけど、ケイの飲み物とお菓子はすぐなくなるはずだから、やっぱりお茶とおにぎりにするぜ。これでみんな決まったわね。選んだ荷物を持って出発しましょう。はい、今日は特別にココナッツ町の市民プールを貸し切ったから、ここで24時間生活してもらいます。説明するわね。まずは24時間、プールから出てはいけない。プールから出れるのはトイレの時とプールを移動する時のみ。ただし椅子を持ってきたエマちゃんペアは椅子に座ることもできるわ。さすがエマちゃん。そんなのずるいずるい。ケイと違ってしっかり考えて選んでるだけよ。でもみんなにもたまに欲しいものをもらえるチャンスもあるから楽しみ
にしててね。それではみんなプールに入って24時間プール生活スタートです。今は9時だから、まずはお昼まで思いっきり遊ぶ。とにかく泳ぐ。プールを満喫するぞ。俺と犬かき勝負をするぜ。負けるもんか。よーいスタート。絶対勝つ絶対勝つ絶対勝つ。俺だって男として負けるわけにはいかないぜ。泳ぎを教えてよ。いいぞ。じゃあまずはしっかりビート板を持って、足は俺が支えてるから、まずは心配せず力を抜いてみるんだ。力を抜くってこう？おお、そうだ、うまいぞシオン。ここのプールは普段の授業と変わらないのだ。せっかくこんな広いプール来たのにもったいないよね。本気で泳ぎすぎたし、そろそろお腹空いてこない？俺たちにあるのはお菓子セットとおにぎり。まずはおにぎりで少しお腹を満たして、昼からはゆっくりのんびり泳がないと夜もお腹がすぐぜ。そうだね。じゃあおにぎり食べようって、これもプールの中で食べるの？当たり前です。プールからは出ちゃダメですよ。こういう時のために椅子が必要なのよね。それに足もふやけてきたし、順番に椅子に座ってお昼休憩にしましょう。 OK だった。水遊びはお腹がすくし、お弁当選んで正解だったっちゃ。さすが優等生のエマ、どれも完璧だな。私たちはお昼抜いたから、さすがにお腹空いてきたわね。そうだな、俺たちが持ってきたのはお茶2本とビート板と2人で分けるお弁当。早めの夜ご飯だと思って持ってきたお弁当を食べるか。レオ、私がビート板持ってきたせいで苦労させてごめんね。大丈夫大丈夫、少々食べれなくったってシオンの泳ぎが上手くなったならそれはそれで嬉しいからさ。さすがにおにぎり一つを二人で分けるのは足りないね。ああ、お腹が鳴りまくりだぜ。そうだ、私が持ってきたお菓子セットでお菓子パーティーしようよ。持ってきたぜ。なんだかプールで食べるお菓子は特別な感じがして嬉しいぜ。ただ背中と腕がめっちゃ痛くない？おお、日焼けしてしまったのかだぜ。私たちは日焼け止め塗ったから余裕だよね。あの時日焼け止めを選んだおかげでエイジ君の背中痛くないでしょ。ああ、そこだけはお前でも役に立ったのだ。もうまたそんな言い方する。今日はそういうのなしにしようねって言ったじゃん。わかってるのだ。だからお前がしたいことについて言ってるのだ。じゃあさ、じゃあさ、今度はあっちのプールで遊ぼうよ。ふう、やれやれなのだ。今のところみんなうまくやっているようだけど、本当の試練はここからね。ですね。このまま楽しいだけじゃないのが24時間生活の難しいところ。なんだなんだ、何かあったのか。でも、お弁当は半分こって言ったのにお昼に全部食べたでしょ。だってエマ泳いでたからいらないのかと思って全部食べたんじゃん。私はお昼ご飯我慢して夜ご飯にしようと思ってたのに、お腹空きすぎて痛くなってきちゃったわ。ごめんちゃん、もう勝負はいいからご飯食べてちゃん。先生先生先生、何どうしたの。
そろそろ助けてあげましょうかね。みんな一度上がってこっちにいらっしゃい。あ、なになに？今から先生が出すクイズに答えれたら一度だけ欲しいものを聞いてあげるわ。やった！それならエマのご飯が欲しいじゃん。私は疲れたから浮き輪が欲しいよ。私も足がシワシワだからもう嫌なの。ではまず一問目の問題です。夏になると出てくる蚊ですが、血を吸う蚊の性別は次のうちどれでしょう？1、オス。2、メス。3、どちらとも。3番のどっちもっちゃ？違う！答えはメス。メスだけが血を吸うのよ。さすがエマちゃん、正解よ。ご褒美に2人分のお弁当を支給よ。あー、やったんだ。これでエマが助かったっちゃ。それでは第2問。夏といえば海。その海が青いのはなぜでしょう？はいはいはい。もちろん水が青いから。違うのだ。水は透明だけど、海は青い光を反射しているから青いのだ。やっぱりエイジ君はいろいろ知ってるわね。大正解よ。やったー！エイジ君すごーい！これぐらい当たり前なのだ。正解した二人は浮き輪がいいって言ってたから、好きな浮き輪を選ぶといいわ。二人で乗るから大きいのがいいし、かわいいから私たちはあのユニコーン。げー、かわいいの取られちゃった。続いて第3問。9月は旧暦で何と言うでしょう？旧暦？何それ？俺も知らないぜ。これは俺たちの勝ちだな。9月の旧暦は長月だ。これまた大正解。二人も好きな浮き輪を選んでいいわ。シオンが好きなの選んでいいぞ。本当？じゃあ私たちはこのドーナツのにするわ。あれ、次に私が狙ってたやつ。さあ、それでは最後の問題です。これに正解しなかったら浮き輪はなしだから頑張ってね。夏といえば朝顔。朝顔の種は昔何の薬として使われていたでしょう？1、下剤。2、頭痛薬。3、傷薬。なんとなく頭痛薬ではない気がするぜ。私これ知ってる。答えは下剤だ。前にママが便秘だって言ってた時に調べてたもん。それ本当かだぜ。ここで正解しないと俺たちには浮き輪がないぞ。ケイちゃんたち正解よ。イエーイ。ケイを信じてよかったぜ。浮き輪ゲットは嬉しいけど、これ小さすぎない？リオンたちやシオンたちに比べてこれ見てよ、このぎゅうぎゅうさ。俺はこれでよかったぜ。なんてったってケイと近いからだぜ。まあでも浮き輪のおかげでなんとか寝られそうだし、これはこれで超思い出になるか。プールの上で寝られるなんてなんか贅沢よね。うん、疲れたけどやったことない生活で楽しかった。私たちはちょっと狭いけど、このまま椅子で寝ましょう。うんだちゃん、みんな朝よ、起きて。勝ったペアだけに景品をあげようと思ったけど、みんな24時間プール生活クリアできたということで、一つのあるものを用意しました。それが何かというと、こちら水上バイクです。乗れるサイズになってるから、今度これに乗って海に遊びに行きましょう。はい、やったー、最高。イエーイ。私たち24時間プール生活よく頑張ったねって思ってくれた子は評価をぜひ。それじゃあまた次の動画でね。バイバーイ。